敵でもどんと来いなのですよ。佐藤子、そして羽生と一緒に過ごす生活は毎日が楽しくて、僕にとってはかけがえのないものなのです。だからこそ、いつまでもこの時間が続けばいいという思いは確かにあるのですが、沖宮の図書館は意外に蔵書が多いので、毎回いろんな本が読めて楽しいのです。ただ、冬場になるとどうしても通いづらくなるので、本の読める場所がもっと近くにあればと思うのですよ。もう少し大きくなったら、ミオンに頼んでスキーをやってみたいのです。あ、でも、雛見沢だとゲレンデになりそうな斜面がありますでしょうか。